名古屋市高サッカー場は愛知県名古屋市港区の稲栄公園内にある球技場。施設は名古屋市が所有し財団法人名古屋市教育スポーツ振興事業団が指定管理者として運営管理を行っている。1993年に我が社地国体のサッカー競技用施設として建設された。コケラ落としは1993年の J リーグカップにおける名古屋グランパス A との主観試合であり、これは当時の主本拠だった名古屋市水穂公園ラグビー場が芝生張り替え工事で使えなかったための招致である。また、1994年6月15日にグランパス対サンフレッチェ広島が行われたが、以後は J リーグ公式戦で使用されたことはない。愛知県サッカー選手権大会。 愛知県社会人、サッカー選手権大会、ジャパンフットボールリーグ公式戦や、地域のサッカー大会などが開催されているほか、日本フットボールリーグに2014年昇格した FC マルヤス岡崎の本拠地として使われている。サッカー場という名称であるが、ラグビーやアメリカンフットボールも開催可能であり、サッカー専用ではない。港サッカー場と同様に、 名古屋市水穂公園ラグビー場は、ラグビー場という名称ながら、サッカーにも使用される。稲江公園内には稲江スポーツセンターや名古屋市、野鳥観察館などもある。ありがとうございます。